エリプマーブス・ディ・エリアーデ手記、通称エリプマーブス手記。1999年再起の日、未知の生命誕生を彷彿とする怪現象の発生。全世界的に確認される。現象は数時間の後に自然に収束するが、全ての人類がある種の真意を体験する。調査の結果、未知の生物が誕生した経緯には疑似的なシナプス構造、すなわち電子回路を有した機器が関係し、それらを媒介として生命を得ようとしていたことが発覚。直ちにその使用と保有の禁止が国際協定として決議。通信、交通、経済、政治、軍事、これらの社会構造が致命的な大打撃を受けたにもかかわらず、電算機器の放棄に対し異を唱える者は一握りの組織に限られた。再起の日が人類に与えた衝撃の大きさを物語っている。文明的な生活は日を追うごとに衰退、行政と治安は加速度的に悪化。同年、一部の法力を有した異能の集団使徒によって文明の復興が支援される。驚くことに、彼らの行使する魔法は現存する資源を必要としなかった。また使徒は自らの技術を惜しむことなく人々に伝授し、社会の荒廃に歯止めをかけた。使徒に対する信仰が世界的に広まり、2008年には西王朝を発足。使徒とその弟子たちを中心とした組織活動で世界の復興を支援。弟子たちは各地各所で元老院としてその技術を広めていき、西王朝とヨーロッパは国際的な権威を高めていった。2010年、法力を資源、魔法を技術とした国際規格が発表され、公的な組織や機材に正式導入されることになる。これに伴い、国連による既存の科学と一切の軍事兵器の放棄が宣言された。また政策として汎用資源ジールの配給が一個家庭に開始された。世界の資源問題は一つの争いを積み、新たな争いを生むことになる。2014年初頭、ビンス・マクドネルを中心とした研究チームによってギア細胞の基礎理論が完成。法力資源を応用し、物理融合を実現した半永久的な分裂細胞、あらゆる病原菌と外傷を即座に自然治癒し、生命の環境対応を飛躍的に向上させることが可能。理論上、不老不死が現実のものとなった。私はこれに懸念する。ホワイトハウスは研究チームとの交渉の末、全ての研究データを合衆国に帰属させ、直接管理する体制に移行した。2016年、実用化に向けた実験中に爆発事故が発生。別紙に詳細資料。その後、中心人物を含む数名の研究員が死亡及び行方不明。事故の影響により、研究の継続が困難となり、プロジェクトは一時凍結。政府はバックアップしていた全研究データを特 A 級の資料として封印した。2042年、軍事的政治的に衰退していた合衆国はギア細胞研究に再び着目。凍結されていたギアプロジェクトは軍事利用を目的とした研究として再開された。2045年、初のギアの起動に成功。しかし軍事用途としては戦闘能力や制御に難があり、実用化可能なレベルではなかった。2065年、度重なる試作の末、初めて実用に耐えうる能力を持つギアの起動に成功。以降量産が開始され、合衆国の同盟国を中心に実戦配備が進められた。2073年、後にあの男と呼ばれる研究者によってギアを統括統率するジャスティスが生み出され、起動された。ジャスティスは間もなくして人類へ反乱を起こす。研究資料に不審な点が多く残されていたことから、あの男はジャスティスの暴走を意図的に誘発した首謀者として断定された。2074年、ジャスティスは世界広範に配備されていたギアを次々に制御下に置き掌握。各地でギアによる反乱が発生。戦線は急速に拡大し、最終的に世界規模のものとなった。ジャスティスの指揮のもと、
強大な戦闘能力を有する膨大な数のギアに対し、人類はなすすべなく各地で敗退、聖戦と呼ばれる暗黒時代が始まった。私はここまで生きて、この愚かしくも劇的な歴史に興味が湧き始めている。差し当たり2016年の爆発事故、この事故で死亡記録に名を連ねながら稀有な敬意を持って今もなお生き続けている青年がいることを知った。私は彼の壮絶な人生を追うことで、この渇きを埋められることを期待している。彼の名はフレデリック。今はその名を捨てているらしい。彼の劇場は美しい輝きを放ち、私の行く道を照らしてくれている。だからいずれ太陽にまつわるあだ名をプレゼントしたいと思う。彼は気に入るだろうか。破壊神ジャスティス。心を持たぬ兵器でありながら、突如自らの自由意志に目覚め、全てのギアを率いて反乱した最強のギア。かつて聖戦において人類を絶滅寸前まで追い込んだ破壊神。あの男が作りしバベルの塔、人類の傲慢な繁栄が招いた神の雷。もしまたあれが復活したら、我々人類は再び勝利できるのだろうか。いや、絶対に勝たなくてはいけない。考えうる最大限の準備を進めねば。